1947から1948シーズンのバーはアメリカ合衆国男子プロバスケットボールリーグバーの2回目のシーズンである。バーとは1946年6月6日に設立されたアメリカ初の全米プロバスケットボールリーグであり、現在の NBA の前身にあたる。シーズンは1947年11月12日に始まり、 1948年4月21日に全日程が終了した。バー初のドラフトが開催され、クリフトン・マクニーリーが全体1位指名を受けたが、彼を指名したピッツバーグ・アイアンメンはシーズンを前に解散してしまった。結局、マクニーリーがプロの世界でプレーすることはなく、その後高校のバスケットコーチとなった。2位指名を受けたクレンセルボも彼を指名した。 トロントハスキーズが解散してしまったため、プロデビューを果たすのはバーが NBA に変わった1949から50シーズンになってからだった。また日系アメリカ人のワッツミサカがニューヨークニックスから指名を受けている。ドラフトにかけられずに NBA 入りした選手には、ハリー・ギャラティン、アンディ・フィリップ、ジム・ポラード、カール・ブラウン、レッド・ロッチャラがいる。バーは、 設立から2年目を迎えたが、各チームは、資金難に苦しみ、早くも撤退チームが現れ、クリーブランドレベルズ、デトロイトファルコンズ、トロントハスキーズ、ピッツバーグアイアンマンが、リーグから離脱。リーグは、当初の11チームから7チームにまで減少した。その穴埋めとして、バーのライバルリーグであるビエルから、後のワシントンウィザーズである、ボルティモア・ブレッツを引き抜いた。 旅費の節約のため、レギュラーシーズンの試合数は前期の60試合から48試合に減らされた。各デビジョンから上位3チームがプレーオフに進出する。1969から70シーズン以前はアベレージよりも通算でスタッツリーダーが決められていた。ボルティモア・ブレッツがバーカニュー1年目にしてファイナル制覇を成し遂げた。 ブレッツが2連覇を目指すフィラデルフィア・ウォリアーズを下し、優勝を決めたファイナル第6戦では、ブレッツの選手権ヘッドコーチだったバディ・ジャネットが、ウォリアーズのジョージ・セネスキーとの接触で唇を切った。試合終了直後に、すぐに切った箇所を塗ってもらい、その後のビールがけに参加した。ありがとうございます。